ブレマートンはアメリカ海軍の重巡洋艦、ボルチモア級重巡洋艦の9番艦、艦名はワシントン州ブレマートンにちなむ。ブレマートンは1943年2月1日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港し、1944年7月2日にエリザベス K マクグル湾によって浸水した。1945年4月29日に J.B. マラード艦長の指揮下収益した。ブレマートンは1945年5月29日にノーホークを出港し、グアンタナモアンで成長巡航を行った。成長が完了すると、ブレマートンは南アメリカ巡航期間中に大西洋艦隊司令官、ジョナス・イングラム提督の機関となる。巡航を終帰国すると、 1945年7月22日から10月2日までメイン州のカスコ湾で実験研究に従事した。1945年11月7日にブレマートンはグアンタナモ湾へ出港し訓練を行った。その後真珠湾に向かい第七艦隊に合流した。1945年12月15日に真珠湾に到着し、 1946年1月4日に新川に到着した。ブレマートンは極東での活動を継続し、1946年11月20日にカリフォルニア州サンペドロに到着した。その後も西海岸沖で訓練に従事し、1948年4月9日にサンフランシスコで予備役となる。ブレマートンは1951年11月23日に、 最終駅した。収益後の回復訓練を行い、その後第七艦隊と合流し朝鮮戦争に参加した。ブレマートンは、元山、清津などに砲撃を行った。1952年9月13日に任務を交代し、カリフォルニア州、ロングビーチに帰還した。7ヶ月間をオーバーホール、演習、砲撃訓練に費やし、1953年4月5日に、 ロングビーチを出港、再び第7艦隊に合流した。ブレマートンは第77任務部隊と共に敵の拠点、兵員及び鉄道施設に砲撃を行った。11ヶ月の任務を完了し、ブレマートンはロングビーチに帰還、オーバーホールのためドック入りした。オーバーホールが完了すると訓練を行い、その後1954年5月14日に、 西太平洋に展開した。1954年10月17日にロングビーチに帰還、訓練に従事した後1955年7月12日に再び極東に展開した。ブレマートンは1960年7月29日に退役し、1973年10月1日に除籍された。ブレマートンは朝鮮戦争の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。 ありがとうございます。